一方こちらは1ヶ月先まで予約が取れないという超人気のレストラン。客が思わず涙する感動のサービスとは。もうすぐ結婚記念日だな。去年はしくじったし、今年は早めに評判のレストラン聞いといたからちょっと訳しとくか。あ、もしもし、予約お願いしたいんですけど、来月の17日です。7、7です。はい、あのまだ予約できますかね。2名です。結婚記念日なんですけど、結婚してですか。何年目か、何年だっけな、ですね、8年目です。式を挙げられた場所ですか。式を挙げられた場所はあの新宿のホテルです。それがどうかしましたか。奥様との思い出の場所、思い出の場所、いや思い出の場所って言われてもですね、そうだな、あの最初にデートしたのがですね、あの横浜の中華街なんですけど、まあ、別にそれは思い出ってわけじゃないな。あのプロポーズしたのがですね、あれだ、あの新宿じゃないや、あれどこだっけな、品川だ、品川の水族館なんですけど、もうそれが思い出ってわけではないですね。あ、ありました、ありました。あの二人で新婚旅行、二人当然ですよね、あの新婚旅行に行ったあのプーケットです。奥さんの出身地ですか。そんなことまで聞くんですか。これは実際にあるレストランの話です。一体なぜこれほど細かく客の情報を聞き取るのでしょうか。東京表参道にあるこのビルに客の想像を超えるサービスで話題の店があります。レストランカシータ、平日なのに100席ある店内は満席になっていました。美味しいございます。美味しい、すごい。料理は本格フレンチ、中でも人気のメニューは表面だけをカリッと焼き上げキャラメルソースで包んだフォアグラに、スライスしたトリュフをふんだんに乗せた山形牛のフィレステーキなど、フルコースのディナーは8400円から、予約は1ヶ月先まで埋まっているという今人気のレストランです。中には地方からわざわざやってくるお客も。大阪から来ました。やっぱりサービスがすごいから、期待以上のことをいつもしてくれはるんで、そこが好きです。カシータの期待以上のサービスとは一体どんなものなのか。その秘密の一つが店の奥にありました。大丈夫ですので、ここで予約の電話を受けています。予約の電話がかかってきました。はい、電話ありがとうございます。エストランカシータでございます。最近ハマっていることだったり、よく召し上がるものだったりはございますでしょうか。ハマっているもの、そうですね、いつもやっぱ健康管理とかはすごいしてるかと思うので、はい、健康管理ですね。そういうね、あんまりこうなんか太るものはあまり召し上がらない。かしこまりました、はい。スタッフは電話で聞いた内容を漏らさずメモしていきます。そして電話や来店した時に得た客の情報は全てパソコンに蓄積。そこには客の名前や生年月日、会社名といった情報から、食べ物の好き嫌い、そして
趣味やペットのことまで、およそ15万人のデータをストックしています。オープン3時間前の午後2時、接客スタッフおよそ30人が集まってきました。OK、揃った。接客を指揮するマネージャーからこの日の全ての客の情報が伝えられます。奥様のお誕生日、10年11月30日にいらしていただいた時に、その時はお付き合い記念日でいらしてるんですが、そこから逆算すると4年11ヶ月ぐらいだと思うんですけれども、今回はバースデーだけの趣旨でいいそうです。一応その時の履歴でキノコと貝 NG のはずなので気をつけてください。お客一人一人の細かな情報を共有し、それぞれに合ったおもてなしにつなげるのです。その頃、店の奥では別のスタッフが。レストランなのにミシン掛けをしていました。出来上がったものをテーブルに並べます。それはお客一人一人の名前を刺繍したナプキンでした。何も知らずに席に着いたお客は、お迎えさせていただきたいと思ってまして、ちょこちょこすごい。予期せぬサプライズで客の心をしっかりつかみます。全部すごいね、嬉しい。持って帰れるんだもん。やっぱり自分のお席が特別だったんだってお客様に思ってもらえるように、できるだけ違うものを、他の席とは違うものをご用意するように心がけてます。ありがとうございます。カシータのおもてなしは帰り際にも。ポケットに手を入れるとカイロが入ってます。すごいです。え、うわ、サンキューですよ。素晴らしいです。コートのポケットに入っていたのはサンキューのメッセージが書かれたカイロでした。実はこの日の東京は前日より気温が7度も下がったため、手が冷えないようにと帰る時間に合わせて準備し、ポケットに忍ばせていたのです。しかし、カシータの手厚いおもてなしを煩わしいと感じるお客もいるのではないでしょうか。ここまでやらなくていいんじゃないのなんていうお話はまれにありますけど、またふとカシータのこと思い出していただいたり、あ、大切なディナーでカシータに行ってみようなんていうふうに思ってくれると信じてます。客の想像を超えるカシータのサービスは多くの雑誌が取り上げるほど話題となり、今では奇跡のレストランとも呼ばれているのです。みんな誰もフォーカスしてない、そのサービスに特化したレストランを作ろうと。お腹空いてレストランに行ってお腹だけ膨らんでもそれは当たり前だから、そんなに大きな話題にならないと思うんですね。そうじゃないことがいくつか起きると、お客様はまた帰ってきてくれるし、絶対にお客様を紹介してくれると。その言葉通り、カシータはオープン以来10年間広告費を一切使わずに売り上げを伸ばし続けているのです。11月のある夜、カシータに一人の男性がやってきました。木山康之さん、41歳。一通り流れ的にはお話を、明日こちらでそういうことをっていうのは彼女は言ってないんですよ、はい。まあ、改めて、僕らも一番緊張する、はい、500の趣旨、はい。実は木山さん、明日ここで彼女にプロポーズしたいというのです。
なんかお好きなものですとか、なんか、ハマってるものですとか。あ、です。犬が好きです。なんちゃった。なんか種類あるんですか、好きな。あ、とか家に飼ってるんですよ。トイプードルを飼ってまして。はい。果たしてカシータはどんなおもてなしを用意するのか。メモにはトイプードルを飼っている、夜景が好きと書き込みました。そしてプロポーズ当日。店内では最終確認が行われていました。僕の席にご案内して、でそこからプレートが後出しになって、あーみたいな時に男性にそっと花束を渡して、男性からさらに花束でプロポーズみたいな感じで間が切れてる。木山さんの席を担当するのは入社9年目の柳沢さん。夜景が好きな彼女に喜んでもらえるようにと、店で一番眺めのいい場所に席を作ります。ピンクの花びらもあしらいました。あ、ここいいね。よし、頑張るぞ。食事の後、ここに席を移してプロポーズしてもらおうというのです。午後8時。木山さんと彼女が店に到着しました。果たしてうまくいくのか。11月、東京表参道、客の想像を超えるサービスで人気のレストラン、カシータ。木山さんが彼女を伴ってやってきました。今夜ここでプロポーズするというのです。まずは食事から。木山さん、かなり緊張している様子です。食事の間も会話は途切れがち。果たして大丈夫なのか。デザートはプロポーズのためにわざわざ用意したあの席で。こんばんは。かっこいい。かっこいいですか。こちらでまず最後にしますので、ぜひドラえもん通りを見下ろすような風景を見ていただいて。彼女の反応は上々。すごいねこれ。会話も徐々に弾んできました。二人の接客を担当する柳沢さんがタイミングを見計らって彼女にあるものを。楽しんでいただけたらなと思って。あ、すごい。かわいい。いらっしゃるということで。似てるね、なんかね。それは彼女が飼っているトイプードルをあしらったカプチーノでした。ここでデザートのプレートが登場すると、木山さん用意していた花束を手にしました。そして。ありがとう。OK です。ありがとうございます。プロポーズは成功。お立ちいただいてもいい。さらにとっておきのサプライズが。窓の下では2人のために13人のスタッフが祝福のメッセージを持って待っていてくれたのです。すごい。
おめでとうございます。びっくりしたこれ。涙爆発です。これ歌ってますねみんなで。最後はスタッフがまるで結婚式のようにお見送り。ありがとうございます。ありがとうございます。遊びに来てください。はい、ありがとうございます。帰りはカシータの車で駅までお送りします。これが客の想像を超えるカシータのおもてなしなのです。また来て乾杯しますっておっしゃっていただいたので来ていただくことを願ってます。11月下旬再びカシータを訪ねてみると、あの華やかなプロポーズの日とは打って変わって、男たちが黙々とフランス料理を食べています。その数35人。一体何が始まったのか。11月下旬、手厚いおもてなしで人気のレストランカシータ。この日スーツ姿のビジネスマンが続々とやってきました。企業の会食か何かでしょうか。ところが皆メモを手に熱心に耳を傾けています。いいんだか悪いんだか分かりませんけども、皆さんがチェックインしたい、本当に一回ご自分でお客様としてこうノーと言われた時の気持ちを思い出してお客様に向かっていただきたいです。全日空もすごい。実はこれはカシータが企業向けに行っているセミナー。カシータのサービスを学びたいと、さまざまな業種から年間70件以上の依頼が入っているといいます。好みの焼くカフェもございましたか。この日の受講者は大手自動車ディーラーのセールスマンたち。講演の後は食事とともにカシータのサービスを直に体験することができるのです。嬉しいですね。本当に思っていただいてるんだなっていうようなところが、しっかり会社名も入ってますんで、そういうところが気配りが3品になります。ビジネスにコンピューターが進出してきてる今こそね、人間本来の姿、人としてお客様に接するという部分がお客様に受けていただけるのではないかなと私は信じてます。自分自身がそういうサービスが好きだから。